ヨウ・アキラは中国の元プロバスケットボール選手。北米男子プロバスケットリーグ NBA のヒューストンロケッツで活躍した。ポジションはセンター。背番号は11番。身長229センチメートル、体重141キログラム。大男たちの集まる NBA の中でも非常に身長が高い選手であり、リーグを代表する。 センタープレイヤーだった。愛称は、明王朝、歩く万里の頂上楊主席。楊明の父親、楊子縁は、身長208センチメートルの元バスケットボール選手であり、母親の方を取り、も、188センチメートルの元バスケット選手で、中国代表チームでプレーしていた。出生時の体重は11.2ポンド。9歳でバスケットボールを始め、 10歳の頃には 180cm、13歳になる頃には 2m にまで達した。中学生でユース代表チームに選ばれ、17歳で地元の上海シャークスと契約し、中国プロバスケットボールリーグプレイヤーになった。1997から98シーズン、1試合平均10得点、9リバウンドを獲得した。 翌シーズンは負傷で大半を棒に振る。1999から2000シーズン、1試合平均21得点、14、リバウンドの成績に加え、5ブロックと活躍する。翌2000から01シーズンには1試合平均27得点、19、リバウンドを記録し、20歳にして、リーグの MVP を獲得した。二千二年の NBA ドラフト全体一位で、 ヒューストンロケッツに指名された。長身を生かした、ポストプレイや豪快なブロックショットが魅力で、ルーキーシーズンながら NBA オールスターゲームにファン投票で選出されるなどし、デビューから2シーズンは全試合に出場した。デビュー以降周囲からは期待外れとの声も囁かれてはいたが、3シーズン目となる2004から05シーズンには2年。 連続で NBA シーズン得点王に輝いていたトレーシー・マグレディがロケッツに加入し、マグレディとのコンビでチームのレギュラーシーズンの勝率を6割にまで上げる活躍を見せた。しかし王、マグレディは共に怪我が多かったため、二人が共に在籍した6年間で一緒に出場する機会は少なかった。2005から06シーズンから足の怪我に悩まされるようになり、 2007から08シーズンまでの3シーズンは、毎シーズン30試合前後の欠場を強いられた。2006から07シーズンには、大台の1試合平均25得点、9.4、リバウンドという記録を残している。2008から09シーズンは、レギュラーシーズンに77試合出場し、プレイオフでも、自身初となる、初戦突破を果たした。 カンファレンスセミファイナルでロサンゼルスレイカーズと対戦したが2戦目に左足首を怪我し3戦目以降は出場ができなかった2009から10シーズンは怪我によりシーズンの全試合を欠場した2010から11シーズンにはチームから怪我防止のために出場機会の制限を課されてシーズンに臨んだものの レギュラーシーズン5試合に出場した後に怪我が見つかり、残りの試合をすべて欠場した。2011年7月20日、度重なる怪我の影響のため現役引退を表明。2017年2月にロケッツからセバン号11を永久欠板に認定することが発表され、同月3日に永久欠板授与式が取り行われた。2004年のアテネ五輪では、 一試合平均得点20.7点、一試合平均リバウンド9.3回を上げ、中国代表をベスト8に導いた。また2006年のバスケットボール世界選手権においては、大会最高の一試合平均25.3得点を上げて、平均最多得点となり、出場チームの24カ国中、中国代表チームはベスト16に進出した。 なおその前の2002年におけるバスケットボール世界選手権においてもオールトーナメントチームに選出されている。同大会では個人成績としては3位となる1試合平均21点を記録し出場チームの16カ国中中国代表チームを大会12位に導いた。2008年の北京オリンピックでも中国代表を率いて 一試合平均得点が19点、リバウンドが8にブロックは1.5という活躍で、チームとしても前回のアテネゴリンに続いて、再び世界のベスト8に進出した。また、2003年には、ローレウス世界スポーツ賞における、男子年間最優秀成長選手に選出された。類いまれな長身とダンク、フックシュート、ジャンプシュートといった。 様々なシュートを使いこなせる技術を持つ。柔らかなシュートタッチやゴール下でのムーブは彼の出身地から上海シェイクと呼ばれる。また、ビッグマンでありながらフリースローも非常に得意である。ディフェンス面においてもゴール下での彼の高さは脅威と言える。入団当初はフィジカルなプレイに負けることもあったが徐々に強さも発揮するようになりリーグを代表する。 センタープレイヤーの一人であった。レギュラーシーズンプレイオフ NBA オールスターゲームでは、ルーキーシーズンから7年連続9シーズン中8度選出されている。アジア人で初めて NBA のトップレベルで活躍できるプレイヤーとなっただけでなく、チームの中心選手としての活躍は中国でのバスケット人気を押し上げている。 テレビ CM 等多くの広告で起用されたり、また、スポーツ店では、彼のポスターや、等身大パネルが置いてある。2003年に、中国10大結出青年の一人に選ばれた。アテネオリンピック、北京オリンピックの入場行進で、中国チームの旗手を務めた。2006年、日本で行われた、世界選手権でもチームの主力として活躍したが、 マークが集中した上に怪我で本調子ではなかったこともあり、ベスト8決定戦でギリシャに大差で敗れた。子供の頃に服用した薬の副作用で左耳の聴力が失われている。2007年6月23日の中国各新聞史上にて元プロバスケットボール中国代表で身長1メートル90センチのハリーと8月8日に ヒューストンで結婚すると報じられた。2009年に上海シャークスを買収、現役引退後は野生動物の保護にも尽力している。ブルネーのバスケットボールナショナルチームのメンバーとして活躍していた台湾のアイドルグループ、ヒリン会の後タケルと対戦した経験を持つ。2013年に中国人民政治協商会議全国委員に、 就任しており、非常に大柄なために、特等席を用意されている。2016年、昼食、連覧級クラブ株式有限講師の、当時長剣総経理に就任。2017年2月23日、中国バスケットボール協会の新会長に就任。ありがとうございます。